い、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私フズのテイストでお届けしている30分番組です。はい、最近、去年のですね、9月末ぐらいからハマっているのが、手作りスパイスカレーということで、最初はですね、4種類のスパイスを買って、本当に簡単なね、スパイスカレーを作り始めて、今はですね、おそらくね20何種類20何種類の、スパイスを使いこなせるようになりました。まあ、というのもですね、また名前出しちゃいますけど、ね、北村匠海くんの影響なんですけれどもね。はい。まあ、何回か前に、そのスパイスカレーのね、簡単な作り方っていうのは、このママラフの中でも、ね、ケイさんのサバパスタとともに、ご紹介したことがありましたけれども、だいぶですね、最近はなんかその、まあ、簡単なやつから、まあ、ちょっとだけこだわるというのか、ちょっとなんていうのかな、スパイスを、まあ、加えてみたりとかしてます。で、スパイスって実際一番有名なのは、まあ、クミンっていうのがあって、クミンと、あとターコイズっていうところだったターメリックと、あとは、コリアンダーですね。この3つがあったらもうスパイスカレーは出来上がるよって言われてるやつなんですよ。でこれにプラス辛さで、レッドペッパーとかチリペッパーとかを、まあ、入れてると、こう辛さも自由にね調節ができるので、まあ、例えばうちとかも娘はあんまり辛いのが得意ではないので、でも私とうちの息子は、まあ、やっぱ辛さを求めるわけなんですよね。でも最初から辛くしちゃうと、どうせもね娘が食べられないっていうことがあって、最初はそのもう本当に大元のね4人分作るやつはちょっとだけその辛みも入れといて、で後から、自分たちね、自分それぞれのやつよそった後で、私と長男はもうちょっとチリペッパー、レッドペッパーかをかけてさらに辛くするみたいな作り方もできるので、なんかどうしてもねスパイスカレーっていうと辛いんでしょとか、なんかそういうイメージあると思うんですけれども、実はそうやって辛さの、が調節できるっていうのもすごいねいいところです。なので辛いさ、本当に辛いのが苦手なお子様から、あとはもう辛ものすごく辛いのが好きだっていうね、ケイちゃんとかに癖があるのが好きって言うんですけど、まあそういうのもできる、自由に作れるようになるのがスパイスカレーです。ぜひね皆さんも作ってみてください。はい、ゲストはまた先週に引き続きお二人に来ていただいてますので、いっぱいお話を伺ってまいりたいと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、先週に引き続きお二人ゲストに来ていただいております。ではもう、自己紹介をそれぞれでお願いします。はい、こんにちは、京都から参りました野呂桜子と言います。カラーマジックセラピストです。そして、心と体を、セルフケアをしていくという、ハピノスの主催をしております。はい、それとですね、学校の先生の、ケアをしていく、ABCT の、NPO 法人の方の理事をしております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、同じく京都から来ました、カラーマジックセラピストの小川理香です。御用庵っていう集い場を、経営をしています。あと、NPO 法人ABCT の理事長もさせていただいてます。今日もよろしくお願いします。お願いします。他にもいらっしゃるということで、カラーマジックセラピストさんは他にもいます。イエーイ。ではケイさんのお口からどうぞ。はい、全国にねいるんですよ。でまず北から富山県で、はい、医療関係がお二人いらっしゃるんですよね。で山口のり子さんと石川県で辻夏美さんが、そうか、医療をね、現場でカラーマジックセッションをやるっていうね、医療をね、使って、ね、なんか心整えたりとかっていう風に活用してくれてるなって嬉しいなっていう感じですね。で次また石川県で学校の
高校の先生、西直子さんも学校の現場でね、色使ってくれてます、うんうん、であと兵庫県で堀川ひろ子さんは、うん、あのセラピストの活動カラーやってるし、うん、あと鹿児島で和田ゆりえさん、とあと山口県で宇佐川信恵さん、全部で今8人、ね、8人の勇者が、はい、それぞれ、ね、勇者が活動してくださってますよ、はいね、あの先週ねちょっとお話を いっぱい伺った、うん、あのジョイフルネスアカデミーをね受けてくださって、はい、でこ今週は、カラーマジックセラピストとお二人ともおっしゃってくださっているので、はい、このカラーマジックセラピストになってみて、もうねすでにセッションみんなしてる、セッションもねされてる、うん、もうね実践のでバンバン使われてるってことなので、うんはい、どうなのってその点どうなのと、うん、きっとこれは今の春学期の人たちもね、はい、めちゃめちゃ気になるところだと思うので、そうかも、ね、そうやね、気になってるか、そうやね、どうですか、そのセラピストとしての活動やってみて、どうですか、どうですか、ね、私は一応3人かな、うん、今のところさせていただいて、うん、それぞれの、まあ感想というか、うんうん、森田さんの感想から、うん、まずあのほんまにマジックやって書いてくださった方がいらっしゃったり、あと、自分が今までなんでできひんやろうと思ってたことが、うん、あそういうことかって分かったっていうことで、うん、ちょっとあの自分の、ね、中で気持ち切り替えられた人とか、うん、結構ね前向きにあの今の自分を捉えて、うん、変化 の、まあ、機会というかチャンスにしていただいてるなっていうのがすごく感じてます、うん、ほんまにマジックや、イエーイ、あのセッションの名前はキャリアシフトカラーマジックセッション、ね、そう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 、なのでキャリア人生が一瞬でシフトしちゃうよっていう、それがカラーマジックを使ってっていうやつなんですけど、そうそう、マジでマジックなんですよ、マジック、ね、まあ、受けてるのでね一応ね、あそうやそうですよ、ゆかさんカラーマジックですげえことを着てますから、すげえことを着てますね、はい、あの300人のね講演会が、あれゆかさんのことなんだ、Facebook ライブで喋ったんですよ、でさあの名前出さんとね、うん、こんな方いますよって、うん、カラマジックセッションで受けた後、うん、言うてたら、ね、2ヶ月後ぐらいでした、ね、3ヶ月後ぐらいに300人の講演会の依頼ボン来たよ、そうそう、ゆかさんでした、そうなんですよ実はね、なので、はい、全面的に押させていただいてますよ、ママラフも桜子ちゃんはどうですか、はい、私はですね、けいちゃん の Facebook ライブのね、うん、あの先着3名すぐだった先着3名の方も終わり、でその後ですね、うん、一般募集して、うんうん、もう5月の枠いっぱい で今6月の方も、うん、もう予約が入ってきてる状態なんですが、うん、それはもうだってちゃんとお題をいただいてて、お題いただいてますよ、お題をいただいてますよ、お題をいただいてやるセッションだもんね、そうなんです、うん、それをね待ってましたって言ってくださる人もいて、すごい嬉しいんですね、うん、でね今までまあ何回かセッションしたお知り合いの方もいらっしゃるんですけど、うん、初めて来られた方もいらっしゃって、うんうんうん、でその方がねセッション中にねやっぱり涙されて、うん、勝手に出てくるっていう、勝手に出てくるんだ、勝手に、うん、なんでごめんなさい、なんで私こんな涙があって、いいんです全部出してください、全部出してくださいっていう、うんうん、本当になんていうのかな、今までの知らなかった自分を色を通して気づいていかれたり、うんうん、それとかそのシフトして戻ってこれないんですけど、うん、いいんですかみたいな感じですけどなるほどね、それいいね、シフトしちゃって戻ってこれない、戻ってこれない、もっと戻られへんよって、大丈夫行っちゃうっていう、一応念押しとかんとね、ほんまにいいよ、ね、そう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 、覚悟決まってるよ、そう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 、そうそうそう、でもそれを私にそんな場所があるの、うん、っていう、うんうん、思いを持たれてる方と、うんうん、でも実際に私にはそういう思いとそういう場所があるんだ、私はそういうところが作りたかったんだっていうところに気づかれたりとか、うんうん、ね、そういうすごく夢見るだけじゃなくって、うんうん、そのためにじゃあどうしていくかっていうところまで、うんうん、なんていうのかな、もう現実的に夢だけじゃなくって、うん、こんな夢があったらいいねだけじゃなくて、やっぱり現実的に落とし込んでいくところっていうのが本当にマジックですね。なるほど。色は
生きてますよね。生きてますなんかあのなんか、うん、夢というか、うん、まあ、こんなんなったらいいなって思ってて、いつなるんかな言うやつちゃうんですよ、うん、そう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 こういう状態になったらいいなって、うんうん、何するかを決めるんですけど、うんうん、こう決めただけでも動かへんね、うん、マジックがマジックがあるんですよ、ですよね、マジックがあるんですね、うんうんうん、そこをやってるから、うん、現実が必ず変わるんです。なるほどね、うん、でも結構さ、世の中には決めただけで変わるとか、うん、思っただけで変わるとか、うん、なんなら書いただけで変わるとか、うん、あるじゃないですか、うん、ありますね、ありますね、その時の、うん、まあ、エネルギー状態ですね。そうですね、そうですね、そこを取り扱っていくんで、うん、取り扱ってなるほどね、うん、それがその、なんだっけ、もう一回言って、キャリアシフトカラーマジックセッションっていうことで、はい、それをね、まあ、お二人はもうどんどんされてるし、うん、あと他の6名の方々も、はい、ね、そうです、現場でね、現場でみんな現場でね、すごいね、こんだけ変わったとか言わはりますもんね。まあ、でもさ、それこそさ、けいちゃんがよく言う、その、うん、自分が関わる、けいちゃんが関われない人が、はい、どんどんそうやって変わっていくっていうのが、まあ、けいちゃん的にはね、めっちゃ嬉しい、ね、でまたそうやってちゃんとフィードバックももらえて、うん、みんなめっちゃ教えてくれるから、うんうん、すごい嬉しいし、言いたいやろうしね、はい、あ、うん、プラスね、めっちゃ嬉しかったのが、うんうん、今回桜子ちゃんとかリカさんとか、うん、その8人のね、うん、みんながセッションした人から直接私に感想をくださる方が何人もいたんです。けいちゃんセッション誰々さんから受けたんやけど、うん、めっちゃ良かったとか、こんなん言うてくれはんねや思って、めっちゃ嬉しかったです。まあまあ、けいちゃんはね、まあ、あれグループの人たちかな、うん、そのモニターでね、フェイスブックライブで、モニター全員募集してるんですけど、その中で受けてくれた人がわざわざ私にまで、こんなんでこうでこうでってすっごい良かったですみたいな、もう嬉しかった。まあ、それは嬉しいよね、そうやってね、声が聞いたらね。まあ、なのでそうやってそのカラーマジックから、うん、カラーを使ってっていうのを、はい、まあ、これからね、うん、どんどんされていって、うん、今後の活動っていうか、はい、まあ、それこそその、NPO 法人の方でもそれをどんどん使っていかれる、うんうんうん、そう、どんな形で使っていくの？ NPO 法人の方はどうぞどうぞね、さっき、先週もあったと思うんですけど、うん、やっぱりね、学校の先生ってなかなか自分の思いをきちっと、うん、人に伝えるっていうのが得意そうで得意でないんですよね、うん、こんなこと言っていいのかなとか、こうあらねばならないっていう、うん、そういう形ですごく自分に縛りをかけてる人たくさんいるので、うん、カウンセリング的にお悩み相談みたいな形で話を聞いてても、あるべき姿は語ってくださるけども、はい、本当の自分がなかなかこう出しきれないので、うんうんうん、なんと相談をしてもなんかもう一つこう、うん、しっくり着地しないなっていうことがあるんですけ ど、うん、そこにこのカラーっていう色を使うことで、うん、本人が思ってもない自分自身に出会ってもらえるっていうところで、うんうん、そこからがスタートになるなっていうのでね、うん、はい、ちょっと最初のところをこのけいちゃんと一緒に、このねカラーマジックを、うん、うまくこう利用させてもらって、うん、つなげていきたいなってね、いうことで、はい、めちゃくちゃ説明上手ね。そうでしょ、わかりやすいでしょ、すっごいわかりやすかった今の。そうね、うん、何回も見直してくださいそうで、大体学校、私は説明上手じゃないけどね、大体学校の先生ってやっぱりね、うん、学校の先生やからっていうね、このね、うん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 、仮面かぶってるんですよ、うん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 、だから言葉ではうまいこと、うん、ちょっと弱音を吐いたりとかしても、うん、ほんまの弱音じゃないところがあるから、うん、そこをカラーやったら向こうも意味わからへんし、うん、でこっちはこっちこんな感じっていう風にこう取れるから、うん、言いやすい、わかりやすいっていうのはすごくありますね。そうね、相手がカラーの勉強してなかったら、うん、まあ勉強してる人だったらほらこんな色言っちゃったらこう思われちゃうかもとかいうのがあるかもしれないけど、うんうんうん、相手が勉強してなければしてないほど、うん、素直にポッとこの色っていうのが言ってもらったら、そう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 、こっちとしてはほんほんみたいなちょっとね、多少それはあるよね、もしかしたらこういうことなのかなみたいな、そうですね、言葉に出てくるね、そうそうそう、今どんな気分の色みたいな、そっからもうどんどん分かってくるから、うん、もう色の前ではね、取り繕えないですよ。なるほど、嘘はつけない。なるほど、バレる。で、色の意味知ってても、手出んねん、その色
そうそうそう、バレるって分かってるけど他の色に手が伸びないんですよ。あ、うん、あ、それは私も経験があるわ。違和感がすごいから、うんうん、なんかもうみんなでワークしてても、うん、頭では黄色にしようって思ってんねんけど、うん、手ピンク取ってるみたいな、うん、ね、そういうの 何、 なんか、ね、何にも言ってるね、目に入ってくるって、うんうんうん、色分かる分かる、うんうん、これやでって、うんうん、なんか嘘つかれへん、うん、そうそうそう、色の前では確かに確かに、うん、それはね、さすがの私ももう分かるケイさんにこんだけ色の話聞いてるから、うん、やっぱほらそういうね、からカラーのセラピストさんとかがいて、うん、ね、4つ選びなさいみたいなのがある時に、あ、やっぱこの色はって思ったけど、あ、で伸びちゃいましたみたいなさ、うん、あるもんね、うん、それがじゃあやっぱ本当の気持ちとか、はい、それでね、建前とかがシャットダウンしてるものが出てくるんやな、不思議やね、すごいね、言えたら、なんていうの、あ、もう言って安全なんやってこの2人の場合やったら思えるじゃないですか。でもその一言が言って、いや、そうなんです、ほんまはって言えたら、うわって出てくるはずなんですよね。そうそう、でもね、うん、そのきっかけが、色にがやってくれると思う。うん、だから、すごい楽しみ。ね、うん、そうか。ってことは、もう今までほら、結構さ、あの子供って、やっぱそうやって色で話をするって、うん、あのね、やっぱり気持ちを引き出せるよって思ってたけど、うんうんうん、大人こそかもね。そうです、そうそうそう。ね、ほんまそうかも。で、大人それに慣れてきはったら、うん、それを子供に、自分の子供さんとかにも伝えられるようになるし、ほんで、いや、これ私子供にも使っていきますとか言って、言ってくださるお母さんは、うんうん、なんか私とかやっぱお母さんは任せといてと、でも先生にってなったら、私やっぱ先生の経験ないから、うん、いや教師のしんどさってほんま分からんやろってやっぱあると思うんですよ。でもお二人とか、うん、他お二人ね、あの、うん、もうお二人全部で 4人教員の先生がいらっしゃるけど、やっぱ分かりますやん、うん、ほんまのしんどいと思って、うん、でそういう方々が色を使って喋ってくれるってすごい、私が行かれへんとこに行ってもらえるから嬉しい、うんうんうん、ね、本当だよね、やっぱ手が届かないところにそうやってどんどん、ね、こういうことやねって思う、ね、ゲイちゃんも何年もね、それでゲイちゃんがこういうことやりたかったっていうのがどんどん ね実現してって、さらそれって なぜ実現していったかっていうと、やっぱりそのゲイちゃんがね、今まで自分で対話をしていったりとか、まあそれがその集大成としてこうやって出来上がって ね、ジュースアカデミーで出来上がってるんだもんね、やるやん、やるやん、やるやん、いや、そんなすごい、すごいね、うん、あ、それは思う、政局で色変わった話もして、うんうん、ぜひぜひ、そうそうそう、この間ね、私ね、うん、あの、まあ、リカさんのご関係もあって、うん、中学校で私政局のアドバイザーもしてて、あ、政局アドバイザー、はい、でね、政局しに行ったんですね、うんうん、で30人の3クラスが90人ぐらいか、で男女ともの一緒に、うん、昔と変わったねでしょ、うん、私それが嬉しくてね、私らはもうだって確実に、ね、何の話してんだよ女子はみたいな、そう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 、ね、それがね、男女一緒に一クラスで、あの、やるんですけどね、性教育ってエッチな話を持てる人とか言ってこうって言って、その時にね、ちょっとカラーを使ったんですよ、うんうんうん、で一番最初に、うん、性教育って聞いて、うん、どんな色のイメージって、それもケイちゃん相談してね、どうしたらいいかなって、でいくつかの色だけ出しといて、うんうんうん、でそれをここ書いといてって言って、うんうんうん、でそれ授業終わりました、うん、で終わった後に、じゃあ今の、その授業を聞いて、うんうん、性教育ってどんな感じの話って言って、うんうん、どんな風に守ってるって言ったら、じゃあその色選んで、ここに何色って書いてって言って、で集めたんですよ、うん、みんなね、ほぼ色変わってるの、印象が変わってる、でただ色やったら優劣がないんですよ、言い悪いがないじゃないですか、ただその子がそれに対してどんな風な感情だったり、あのイメージを持ってるんかって、色だったら察することができる、言葉に相手はできなくても、だからなんか ね色が変化してて ね、なるほどね、もちろん子供たちにもこの色の意味は、うん、言わへんねって言ってたよね、言えば私とかだったらさ、最初はその何マゼンタだったけど、うん、まあ、だんだんそれこそピンクとか、うん、淡い感じの色になったよとか、うん、そういう感じの、まあ、違いが出てくるってことかな、意外と白とか ね、あ、白だったね、白、うん、あ、まだピンクは私 の頭の中にきっと常識が何かあるんだよね、私もね、ピンクっていうのが多かったけど、意外とね、白が多かったって、おー、なんかそれいいね、でしょ、へー、
でケイちゃんに聞いたら、うん、白は白で色の意味がね、これまたあるという、ね、あるだろうからね。それこそまたそれはその子その子で、まあ、そうそうそう、また違うから、うん、まあそれまた深掘りできるならしてもいいし、いやもうね、白って思うんだったら白でいいよっていうのでもいいし、全然ね、決めつけるためのものじゃない、ただ感じるためのものだから面白かったです ね、なるほどね、うん、だからそういう風にもこういろいろと使っていきたいなっていう風に、だから本当にそのね、中学生とか高校生ぐらいってもうなんならその大人と子供の間でさ、常識も多少あるけどでもまだ子供っぽいというのか、考え方としては未熟みたいなところもあって、そこにその色で大人とのまあ信頼関係がある人との対話ができたりとか、分かってもらえる、自分のことが分かってもらえるって思えたらめちゃくちゃいいやん、ね、めちゃめちゃいいと思う、と思います、ほんまにね、ほんま色って嘘つかへんし、そうだね、本当はねバレるしバレるっていうのがあるよね、ちょっとね、ちょっとバレる、ちょっとね、つじつまが悪くなりますよ、頭で選んでと、だからケイちゃんそれほら名刺でよく言うじゃんね、あの名刺の色でね、あのなんだっけ、カラーロゴ、ロゴロゴのマークの色で言ってることと全然やってることちゃうやん、うちの理念はこうこうこうでっつってるけど全然色ちゃうやんみたいなね、そう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 、ケイちゃんの幻のね名刺セッション、ぶったぎるっていう、もしかしたらね、 LINE とか公式 LINE かなんかでまだ募集してくれるかも、応募してくれるかもしれないけど、はい、まだね、うん、それが受けられるかもしれないけど、はい、ね、そういうの今受けようかな思ったいやそれ自分でもできるんじゃないの、できるよ、そうやなそうか、もうできるんですよ、もうできるんや、はい、でそのなんだっけ、そのカラーマジック、カラーマジックセラピストもそうだけど、うん、そのジョイフルネスアカデミーを受けたら、そういうカラーの色の知識も身につけます、身につきます、身につくわ、最終的には身につきます、そう、最終大丈夫です安心してください、ただだから暗記じゃないから、うん、身に入ってるから、うん、もう本当に着たい色を使える人たちになってる、あ、なるほどね、本当そう、本当そう、まあね、よくああいうのを受けに行くとさ、うん、この色だからこうですっていう詰め、うん、決めつけるみたいな、ね、そうなんちゃうよ嬉しそうだぜ、ちゃうよやね、ほんまに嬉しそうだ、ほんとほんと、なのでこれからの活躍がどんどんね、うん、楽しみな2人だし、はい、春学期の方々がまたね10名受けていらっしゃるということなので、はい、その人たちがまたね秋になったら今度またカラー、はい、まあ、カラーマジックセラピストにね、そうそうそう、うん、なられるっていうことなので、どんどん広がって、また全、それこそまた全国展開、イエス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 、なので、はい、ね、まあケイちゃんのそのいろんな感じる色のね、はい、そういうセミナーとかももしかしたら、うん、復活するかも ね、復活するかも、こんだけだって感じるカラー、感じる色、感じる色って言ってんだからね、うん、だってそれこそ知らない、知らんと思います、ケイちゃんが感じる、私のオリジナルセミナーは知らん、そう、知らん、いや受けて、受けるそれはね、あのリクエストして、したい、その、はい、それの、それで私も色を取り入れるようになってるからね、私もともとグレーとか茶色、グレー茶黒の人だったから、うんうん、それが、うん、まあ今日はちょっとそんなに色ないけど、うん、そう、それぐらいあの面白い、セミナー、セミナーとか、そんな隠れたセミナーがまだ、いやいや、それがメインやってほんまはマジで、そうなんだ、ね、もう知らない、デビューは子育てに役立つカラーの効果っていう、子育て用のカラーの講座カラーですから、そう、なんか10周年ですから、今年10周年です、おめでとうございます、うまいね、ほら復活やな、復活やな、復活 ね、 ね、予約してきます、ケイさんのとね、また新しい復活のね様子もまたママラフでもねお伝えできればいいなと思っております、はい、はい、じゃあ2人、あの2週連続でゲストに来ていただきました、ありがとうございました、これからも、ね、頑張ってください、ありがとうございました、はい、エンディングはケイさんにからのお話をしていただきます、はい、けいこの望みを叶えるカラーメッセージ、はい、今日も皆さん色とりどりな、ね、お洋服なんですが、色とりどりといえばけいこガーデンです私と、あの超殺風景だったベランダをガーデンにする企画です、私の中でのでめちゃめちゃお花畑になってきてるんですよ、うんうん、でね、あの
観察しててすごく思ったことがあるんですよ、うんうん、何かっていうと、うん、紫色って、うん、ちょっと貴重な色とかっていう印象だって言われてきてるんですね、うんうんはいはい、で紫って世界にあんまり一番ない色って言われてるんですよ、うん、で緑が一番あると、うん、世界にね、うん、ね、うん、でもよくよく見ると、うん、お花で紫の花めっちゃ多いねあるよねそうやそうやね、うんうんで私のとこ半分紫の花なんですよ、うん、狙ったわけでもない、うんまあ、無意識的にいろんな色植える言うてたいろんな色植えてんのに、うん、紫の花おおってなってて、だからなんかカラーの学びするときに紫って世界に一番こう、あの何ていうのパーセントでいくと少ないよって言われてるけど多いやんなんか実感としてはね、うん、あるんですよね、うん、でもそれは私がやっぱり無意識の中で紫を欲してるいうところなんやなっていうところも分かる、うんうんうん、それはもう咲いてる花じゃなくて今から咲く花を持って帰ってみたら紫が出た紫咲いたみたいなへえ、うん、本当に引き寄せてるんでしょうね、うんでもやっぱりであとお花観察してたらすごい面白いのが、うん、花の同じ花の種類やねんけど、うん、色の違いで早く枯れるのと長生きしはんのとで、ねで黄色の花が一番すぐ弱っちゃう、うん、前送って花束送っていただいた時にも、うん、黄色とオレンジの花があってんけど黄色だけが先に枯れちゃったんですよ、うん、で今ケイコガーデンでもお花あねんけど黄色がすぐに弱る、うん、じゃあ色の意味でいくと黄色って一番弱々しい、うん、そうなの、うん、弱々しいがあるんだそうそう楽しいとかなんか ねバーって元気みたいなイメージがあったけど影響受けやすいはい。なるほどねみたいなで実は繊細とかなんかいろいろあるんですよね、なので、うん、黄色の花の分量がめっちゃ減ってってるだからそんな風に生きた、うん、それこそ花自然を育てていくと、うん、それが実際の色で学ぶこととリンクさせていくと、うん、すごい面白い発見があって、うんうんうん、いいですよなので、うん、皆さんお花を育てましょうまあね、ケイコガーデンがね、はい、いっぺんに写真撮ってよって言ってもなかなか撮れないっていうふうに言われたので、はい、あの写真をね全部つなげて、うん、出しましたけどありがとうございますいえいえとんでもないですあれよりもだからどんどんもっと増えてるけどねまだ増えたじゃあまたあの写真をください、はい、またねギャッてしつけたいと思いますはい、はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てくださいカタカナでママラフで検索ですケイちゃんの情報そしてお二人ね今回のゲストのお二人の情報そして私の情報もあります、インスタグラムもやってますハッシュタグママラフでご覧くださいではまた来週